もともとその那珂湊地区にその焼きそばっていうものがなかった時にある時にその東京の浅草のもうすでに当たり前に食べられてたそのソース焼きそばですね、それを見てまあこれが美味しい、これは素晴らしいものだっていうので、まあその何回も何回も通い詰めてこの焼きそばを食べて作り方を研究して、麺の作り方まで研究して、で持ち帰ってきたっていう、特徴のある麺を使ったっていうのが簡単な話なんですけども、まあ、あの普通の焼きそばの麺よりその作るのに大変なんですけども、いわゆる蒸しっぱなしっていう麺を使って、あの固くほとんど乾麺のような状態の麺をそのなんですかね、スープをかけながらあの柔らかくしていくような、の今まで魚市場にお客さんがいっぱい来てます。日ごとに渋滞してくるね、今はね、なんとかしてそのお店、あのお客さんも街の中に取り込めないかなっていうのが あったんですけども、まあ、このまんまでは港に人が来なくなってしまって、たらどうしたらいいかっていうことを考えたとき、その応援団の人たちの中でね、あのなんとかして、こんなことがあっても港に人を呼ばなきゃいけないよなっていうところで、それだったら何ができるかなって言った時に、G1 グランプリ、その頃もうすでに G1 グランプリって有名になってたんですけども、あれがあると。俺たちは学歴が大したことないんだから、だったら上方焼きそば大学にしようよっていう話になったんですね。ちょっと待ってよ。大学より大学院の方が偉いんじゃねえかっていう話になりました。で、満場一致で大学院っていう名前がついてた。そうですね、焼きそばをね、ツールとして、で、それ、ツールとした町づくり、町おこしをしていきたい、みんなそういう気持ちでいます。町おこしっていう部分は、大冗談に構えるのではなくてですね、自分たちでできることをコツ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 やっていって、で、土日はその遠方の観光客が来てくれるようになる、平日は近隣の都市からこの日立なかし長港に足を運んでくれることを心からお待ちしております。よろしくお願いします。